お湯を注ぐとぷくっと膨らむコーヒードーム。吸い込まれそうな香りが漂います。失礼します。こんにちは。いい香り、コーヒーのいい香りしますね。ゆいなさんがやってきたのは港町函館で古くから親しまれている食のセレクトショップ十字屋。店内にはビールやワインがずらりと並んでいますが、実はすごい店なんです。ここは、北海道で一番最初にコーヒー豆の販売をしたお店になります。この店、創業は昭和7年1932年となっていますが、実はその2年後の函館大火で記録が焼けてしまい、本当の創業がいつなのか誰にもわからないのだそうです。昭和5年に発行された函館市の様子を写した写真集あるんですけども、ここに、十字屋食料品店っていうようなことをここに書いてる看板があると。ありました、はい。この伝統あるお店で味わえるのが3種類の豆を組み合わせたブレンドコーヒー。すっごい丁寧に入れてて、喋っていいのか、すっごい丁寧ですね。この後ろに腰に手を当てて、そうですね、安定のためにこう、はい、店主がドリッパーで丁寧に落とした一杯をゆいなさん、いただきます。美味しいです。 ありがとうございます。なんか確かに苦味もあるんですけど、はい、深くて苦いというか。お、すごい。北海道初のコーヒー焙煎機。異国文化あふれる函館の町には、なんともう一つ一番古いコーヒー店がありました。北海道では一番古いコーヒー屋さんとしてやらさせていただいております。古いコーヒー屋さん、はい。北海道で一番の老舗コーヒー店として道内外にお店を展開するミスズコーヒー。1932年にアメリカから輸入した小さな焙煎機で北海道初のコーヒー店、鈴木商店を開業しました。ミスズという名前は函館市民から募集してつけたそうで、ミスズさんと呼ばれ親しまれてきました。あれ、でもさっきの十字屋もミスズコーヒーも共に創業が1932年、昭和7年だったような。一体どっちが一番なんでしょうか。違いはですね、多分十字屋さんは、焙煎豆を仕入れられて、販売してたと思います。私どもの方は、昭和7年から焙煎コーヒーの生豆のを仕入れて、それを焙煎してお客様に、販売してたっていう違いがあるんじゃないかなと。今もみすずコーヒーに並んでいるのは全て生の豆。鮮度を保つため注文を受けてから焙煎して販売しています。なんかちょっと香り出てきました。感じます？なんかちょっと香りが、色もだんだん濃くなってきました。焙煎することでよく見るコーヒー豆の香りと色に。すごい飲みやすいです。焙煎したてだからか香ばしい味がします。美味しいです。ほっと一息、心落ち着く一杯のコーヒー。その文化は函館から始まっていました。